地下へ入ったバーがある。いつも帰りはそこに寄る。誰に会いたいわけじゃない。今日は自分に飲ませたい。うわー、かっこいい。ということでゲストの方ご紹介お願いいたします。はい、それでは今日のゲストの方をご紹介します。女ギター流しシンガーソングライターのおかゆさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして森下龍先生にも来ていただいております。はい、はい、先週 ねちょっと話伺った吉幾三さんに作っていただいたという曲で、そのおかゆベストに入っております独り言という曲から、はい、今週始まりましたけども、はい、ありがとうございます。いやー、かっこいい、かっこいい音楽番組だったね、うん、やっぱ歌詞がいい、うんうん、なんか僕分かるわ。もう誰に会いたいとかじゃない、ね、僕は2階のバーに行くんですけど、地下のバーじゃなくて、本当に奥さんが実家に戻ってて家帰っても一人の時はそこに寄って、誰に会いたいとか誰に飲ましたい、自分に飲ましたいんですよ。よく頑張ってる俺っていう。そめっちゃしみる。もうありがとうございました。まだ帰ってもらえない、はい、2月1日におかゆさんのベストアルバムが発売されておりましてですね、はい、先週に引き続きまして、今週も、来ていただいておりますけども、はい、全部で15曲収録されている、うんうん、こちらでございますけども、はい、初回限定版には DVD がついてきてそうです、ことになっておりますが、はい、いや、この15曲本当全部聞いてみたいなというところ、うんですよ本当は、ね、ありがとうございます、はい、おかゆさん的にはそのベストをこの作るにあたってですね、はい、ぜひこういう、ね、ここを注目して聞いてほしいなとか何かありますか。そうですね、まあ、インディーズそしてメジャーデビュー後にリリースした中からファンの皆さんからご好評いただいた15曲なんですけれども、まあ、メジャーデビュー曲の横浜ヘンリーは、うん、今までアルバムに収録したことがなかったんですよね。なので今回まあ1曲目に収録してるんですけれども、いつもキャンペーンですとかそういった自分のライブでも必ず最初に歌わせていただいたり、あとはなんかこうゲッチューってポーズがあって皆さんと一緒にこうなんかこうポーズ、こう昔のチョキのこのポーズを皆さんとこう一緒にバンとこうやってもらったりしてるんですよね。なのでまあそのこのアルバムを聴いていただいてもそのままライブをこう皆さんに想像していただけるようなそんなセットリストになってまして、まあ私のメジャーデビュー曲ってどっちかというとちょっとこうなんていうんですかね、ちょっとこうリズミカルなと言いますか、まあ歌謡曲なんですけれどもちょっとこうテンポ感のちょっとある、まあミディアムロックと言いますか、ちょっとロック歌謡みたいな要素がちょっと入ってて、まあグルーヴ要素も入ってるんですけど、まあその後まあ吉さんから曲を提供していただいた曲もちょっとフォークっぽい曲だったんですけども、自分でもまあ卵焼きっていうまあちょっとフォークタッチの曲も作らせていただいたりとか、まあいろんな本当に楽曲提供させていただいた曲もセルフカバーしてたりとか、まあ、本当にシティポップにもチャレンジしてたりとか、このアルバムで本当自分の今までの、まあ、デビュー前からデビュー後の音楽感を皆さんに知っていただけるかなと思いまして、まあまあ、もうそろそろちょっと春が、ね、もう近づいてくるというか、関西の方とかだとあれですか、桜って何月ぐらいに咲いてくるんですかね。3月の終わり、終わりですね、あ、本当ですか。じゃあもうそろそろそうですねと思うんですけれども、2曲目に82回目の春っていう曲が入っていて、これは私がデビュー前からメジャーデビュー当初に一緒に曲を作ってくださった野々田マンテルさんという方がいらっしゃるんですけど、その方 の義理のお父さんのお話、まあ、実話でして、まあ、5年前に奥様が先に旅立ってしまったんですけれども、掃除も洗濯も今は一人でできるようになったぞと、でも本当は寂しいんだけども、奥さんのことをずっと今でも大切に思ってるというそんなおじいちゃんのあったかいお話がありまして、その詩に私がメロディーを作っていった作品があって、まあそこから私の中でのちょっとこうフォークタッチな曲がどんどん生まれていったと言っても過言ではないのかなって、そんな風に思ってる原点の一曲なんですけれども、それちょろっと聴いたりできるんですか。はい、いいですか。ありがとうございます。いや、このやっぱフォーク
とかそうですし、うん、そのさっきシティポップにチャレンジしたとか、まあ、ちょっとロック調なものがあったりとか、やっぱ流ししてるからこそ、うん、いろんなリクエストがあったからこそ、いろんなものを歌えるし作れるんだなと思いますが、うん、ありがとうございます。そうです ね、本当にたくさんの方にリクエストいただいた流しは自分の創作活動に本当に大きく生きていますね、うん、じゃあその82回目の春をちょっと、はい、お願いします。お前旅立ってもう5年何もしなかった俺が今は一人で全部できるようになったぞ。掃除も洗濯もああ一人のこたつにお茶一つ昔みたいに話せたら今の俺を褒めてくれるか似合わないよと笑うか寒さ少し和らいだ一人春思う。いや素敵ですね。なんか実家の親父をやっぱ思い出してしまいますよね。本当ですか。うちの親父もやっぱ何も洗濯も何もできない、やっぱね、うん、今僕らのお父さん世代ってそういう人多いんで、うち老夫婦も80の2人で住んでますから、ラジオ聞いてると思いますけども、どっちか片方になった時大変な、うん、特に親父一人になった時何ができんやろうとかね考えますから、やっぱいいですね、うん、こういうフォークとか。僕もフォーク大好きなんで。そうなんですね。これだからベストの今ね、はい、チラシを僕らもらってにあるんですけど、裏面にその、はい、ライナーノーツです ね、あの、はい、ライナーノーツ、その要は曲に曲がこんな感じのものですよというようなね説明じゃないですけどね、はい、そういうのが書いてあって、全てにこのなんかストーリーがしっかりあって、うん、なんか全部聴きたくなる曲だな。この僕さっきちょっと出ました卵焼きって曲ね、はい、お母さんのそのチラシの裏に書いたお母さんの作った卵焼きのレシピを歌に込めましたって書いてるんですよ。そうなんです。これどういうことですかどういうこと私の母が、うん、あんまり料理得意な人じゃなかったんですけど、はい、卵焼きだけが本当に唯一得意というか、うん、私はなんか美味しかったなって思っていて、コロナ禍で、まあ、ファンの皆さんとなかなか交流できなかった中で、はい、インスタライブをやってた時に、はいはい、お母さんとの思い出の手料理って何なの、お母さんの思い出の味って何かあるのってる時に、あ、卵焼きが美味しかったんですよねみたいな。で、実は私その母が作ってた卵焼きのレシピをメモしてたチラシの裏のも本当に切れ端みたいなものを財布にずっとしまっててみたいな、本当にそれお守りっていうか、なんかずっと入れてたんですよね。でもそれって人に言ったことが今まで一度もなかったんですよ。でもファンの方にその思い出の料理何って聞かれた時に、その話をした時に、なんかすごいいろいろ思い出しちゃって、そのインスタライブ終わった後になんかすごいワンワン泣いて、うん、なんか、うんうん、で それでこの曲が、卵焼きっていう曲が、うん、まあ、できたんですけど、まあ、母のとの、思い出の味というか、うん、で、まあ、寂しくなると一人で、まあ、作るっていう、まあ、母を思い出して、まあ、今、ね、天国にヘブンに先に行ってますけれどもその母 の、まあ、思い出の味なので、うん、それをまあ、ちょっとシトメロディーに卵焼きという、それもちょっとフォークタッチになってますね、うん、今日なんか本当は桜つづりっていう曲を、はい、最後にお聴きいただこうと思ったんですけど、これせっかくなので、うん、卵焼きを最後に、うん、今日はじゃあ番組の終わりに流していただく、流していただいてもよろしいですか。まあ、こちらこそでございますよ、はい、ありがとうございます、うん、いやでもなんかそのいろんな思いがいろいろね込められてる分、やっぱ実話をもとにっていうか、本当にあった自分の身の回りで起こったこととかであることをこの曲にとして作っていくっていうところが、やっぱ岡井さんのね素敵なところだなとは思いますし、ありがとうございます。やっぱり何といっても
母がもし生きてたら私は今歌ってないっていうところで、やはりそれは今自分が歌ってることもこうやってね皆さんと素敵なこういう番組出させていただいてるのも、やっぱり母が歌手になりたかったっていう夢もそうですし、やっぱ母の存在があったから今自分も元気に歌ってられるっていうのがあるので、なんかこうこれからも一緒に音楽を歌って一緒に作っていくような気持ちで取り組んでいきたいなと思ってます。このおかゆベストをまあ引っ提げ、このライブこれ今後やっていくっていう予定はあるんですか？その例えばですけど、まあ先ほど言ったその小さい会場で本当に流しみたいにやるっていう企画もありますけど、なんかもうちょっと大きめのライブハウスでとか、そうですね、今年はデビューして5年目の2023年で、そうですね、ちょうど5年目を迎えるんですけれども、はい、まあ一応6月または7月あたりに今ちょっと大きめ の、 ライブというかコンサートをちょっと今予定しておりまして、また詳細の方は、ちょっと SNS の方をチェックしていただきまして、はい、今ちょうどその会議というか、ちょうどどういうことをするのか、はい、うんうん、そうですね、今決めているとはいいうところでございます。ぜひよければ、あと、はい、関西方面でもちょっとファンミーティングをやりたいと思っていて、ちょこちょこ本当にまあ、もちろん東京もそうなんですけれども、はい、やっぱり関西方面でもどんどんなんかこうライブとか増やしていきたいので、ぜひ森下仁丹プレゼンツライブなんか開催みたいな、なんかやっていただけないでしょうか、社長、ぜひ社長の行きつけのなんか店でもいいですよ、はい、ファンミーティングやから、はい、なんか大きめの会場で、はい、ぜひよろしくお願いします、ね、あ、公開 ラジオ収録ほら、そういうの、で、そこで昔やった ね、 そ、 ね、え、そうなんですか、ほら、できるじゃないですか、ほら、やりましょう、やりましょう、ね、えどうです、ちょっとじゃあ仁丹社長とお願いします、はい、なんかちょっとおね、いろんな歌も歌えるやろうし、そういう会場だったらね、7年前かな、5、6年前か、はい、ね、やりましょう、何回かやったよね、公開ミーティング、公開、収録、公開収録、公開収録、ぜひ、あ、これはちょっとぜひぜひ、それでお客さんちゃんと入れてね、お客さんのリアクションも楽しみながら、はい、でもあれじゃない、こんなちょっとね感動的な曲とかも歌われたら、お客さんみんな泣きながら聴いてる中ラジオしなあかんみたいな、ね、いつもとちょっと違う感じになるかもしれませんけどぜひちょっとお願いしたいと思います。はい、ということでおかゆベストは2月1日に発売されております。全国の、CD ショップでありますとかインターネット通じてでも購入可能ということでございまして、初回限定版には特典 DVD がついてくるということで、はい、なんか初めて の、 そのライブ映像が収録されていたり、はい、このまあ気になるのはおまけですけどね、おまけ噂ではなんかすごいめっちゃいいやつじゃっていう生おかゆって書いてある、生おかゆなんちゅう書き方すんねんっていうあれですけども、ふりかけついてるやろなのでぜひちょっと手に取っていただきたいなと思っております。で、なんでおかゆさんもほぼ準レギュラーみたいなもんなんで、ありがとうございます。今後も引き続き、うん、来ていただいて、はい、いい曲を披露していただきたいなと思っております。はい、よろしくお願いします、はい、ということでそろそろ、2週にわたって来ていただきましたが、はい、お別れのお時間でございます、はい、では、最後に曲紹介をしていただいてお別れしたいと思います。はい、おかゆベストから卵焼き